どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク最強降臨リゼ討伐クエストの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。全員、プレミアムガチャ3キャラの、パーティーですね。ということで、西尾錦さん、はい、青霧狩りのオロチですね。こちら、熟練度 100%、武器レベルがですね、強化回数10分の10ということで、マックスになっております。なんか、出るんですね、この方。で、ハイセ 80%、武器レベル10で、こう 60%、武器レベル10で、これも、熟練で 100% の武器レベルマックスで、これも熟練で 100%、あれ武器レベルが7ということでね。まあ、でも、この銃像を使うことはないかな。はい。で、こちらですよ。この謎めいた転校生、有馬希章さん。はい。なかなか出番ないですけども。ジャック有馬ですね。ということで、学生有馬さんを今回置いてます。この方も今回使う機会はあんまないんじゃないかな。うん。多分、サイコと、オロチと、ハイセと、戦闘開始がまた押せないんだが、この4人ですね。サイコ、オロチ、ハイセ、この4人をですね、集中的に使ってなんとかプレミアムガチャさんだけで勝ちたいという。ちょっと遊ぼうぜさあ行くか。出血をねさせたいんですよね。出血をさせると流血得意、BA かな、わかんない。まあそれで 1.5 倍のバフがかかるんで、オロチさんに。光ってるね、オロチ。じゃあ、ハイセでしかブレイクできないんで、ハイセでブレイクするような立ち回りをしていきましょう。んで、もな、まあ、最後、に変えようと思ってるんでね、これ。シフト全部使ってね。エトを発動させたい。だが、このターン中に発動はしないだろうな。だから、ここでオロチのスキルを使って出血させていきたい。で、次のターンぐらいで、いや、でも、そうか。いや、最高のバフをね、ハイセにかけるか、エトにかけるかでちょっと迷うよな。ちょっとエトにかけるか。で、ここはエトにスキルを溜めさすような立ち回りでいくか。いけるかな？微妙だよな。オロチ打っていこう。遊ぼうぜ。かっこいいよね。無駄クソついでに遊ぼうぜ。で、回復と防御バフをかけていきます。あ、いけそうだな。これで、敵に攻撃力半減のデバフをかけていきます。 OKいいぞ。見せ場だぞ、プレミアムガシャさんたち。もうエトなんてずっと使ってたからね、すげえ愛着あるよ。もうエトサイコもずっと、もう最近になってさ、ムツキとか、おーっと麻痺しまった、やべえ。半減されてるんだが。ここブレイクしたいからハイセ変えるんだけど、その前に、オロチさんにちょっと溜めていただ。よいしょ。いや、たまんねえか。さすがにこれだけじゃ。ハイセに変えて、ハイセが武器耐久値いくつ下げるんだっけな。5かな。で、連撃があるんで、多分それでいけると思う。OK。いったね。で、オロチさん撃っていく。いいね。プレミアムキャラの中でさ、オロチめっちゃかっこいい方だと思うんだけど。RE のキャラっていうのがまたいいよね。働きます。せっかくインボケなんだし、 RE のキャラをガンガン使っていきたい。プレミアムしかり、フェスゲンしかり。おっと、危ない。いや、これなんとかいけそうではあるな。オロチに貯める立ち回りでいくか。まあ、打てて1回なんだよな。麻痺が強うございますわ。OK、打ちましょう。打って、1.6 倍7連ダメージ。ここでハイセを打っていく。いや、これ、いけんのか？削れるのか？
大きく削れてゆく。これちょっと有馬さん出してみようかな。有馬さんを出してみようかなっていう気にちょっとなったんで有馬さん出します。はい、たまらなかったと。有馬ね、ボイスついてないのがちょっと惜しいね。ただね、 3D モデルはめちゃめちゃかっこいいよね。このギターケースからさ、雪村を出してさ、あのシーンめっちゃ好きなんだよな。うわ、麻痺しちまった。ということで、有馬を使っていきましょう。これたまんのか、これ保険かけとくか。いけ、かっこいい、いけ。なるほどね、なるほどなるほど、そうなんだ。こうなんか手をクロスするやり方がなんかちょっと違うような気がするけど、まあ、気にしないでいこう。まるで豆腐だな。たまるか、これたまりますね。打って、さあ遊ぼうぜ。胸クソついでに、まあなんかちょっとアニメの話するんですけど、アニメやっぱり結局ね、1期の1話が一番あれだよね、面白かったよね、見応えがあったというか。改めてニコニコで見たんですけど、すごく良かったですね。 OK、 最後は敗戦で締めたと。どうですか RE、西尾二色さん、オロチですね。熟練の 100% 武器強化。なかなかね、かっこよいんで、これから機会があれば時々こうやってプレミアムキャラ、普段使ってない人たちも、今回ちょっとあのジャック有馬使ってないですけど、使ってね、やっていこうかなと思います。ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。